どうも、舞姫大学深夜のコソコソ話でございます。ナミさんいつも動画を送っていただきましてありがとうございますえ。そして視聴者の皆様、今日はね、自動車に乗ってる方には、もう本当にね、許せない話だと思いますけども、あの、自動車の自賠責保険ってあるじゃないですか。これ強制保険ってやつですけども、車を乗るんだったら、絶対に払わないといけない保険なんですよね。これは民間の任意保険と違って、これ強制加入なんで、もうすべてのドライバーがこの保険に入ってるわけですよ。 まあ、この強制徴収される保険なんですけども、その保険金が積み増されていって、何か事故を起こした時の保証に当てられるわけなんですよね。まあ、だから私たちは、まあ、ある程度ね、安心して、このハンドルを握ることができます。まあ、でも自賠責保金だけは全然足りないんで、えー、民間のですね、任意保険に入って、ま、さらなるね、えー、もう安心を買っていくといいますか、もし事故が起きたらってことなんで、事故が起こさないのが一番なんですけどもね。でもやっぱり、保険に入っておくっていうのは、 まあある意味リスクヘッジですからあらゆるところで大事なんじゃないかなと思いますここにですね財務省が勝手なことをしてきてるわけなんですよなぜかっていうとその自賠責保険のこの溜まってるお金があるんですよねこのお金をごそっとね勝手に別のことに使ってなくしちゃったんですよ財務省がねひどい話でしょでそれがバレたんで少しずつ返しますって言ってもあの確かね6000億円とかね 1>, 1兆2000億円とかちょっと金額もでかすぎてわからないんですけどもそのぐらいの金額をごそっと借りて返せないからってんで毎年50億ぐらい返してるらしいんですよ一体いつになったら返済できるんやみたいなねだってもう6000億とか1兆とかいうお金を借りといてねっていうか盗んどいて50億ずつ返しますっていうわけなんですよそれで誰も罰せられてないんですよでそのお金を返すペースがちょろ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 なんで自賠制金が足りなくなっちゃったんですよ で私たちが積み立ててお金がねなくなっちゃった、ね、財務省が盗むからでもう来年からこの自賠責保険の金額を上げます上げないとやっていきませんよってことになっちゃったんですよだこれは私たちのお金が盗まれてる状態なんですよね、まあ、財務省ってのは消費税を分取ったりとかねいろんな税金をむしり取ったりした上に今度はね盗むことまでしてるわけですよ国民からねえ保険金横領ですよこれ 応領してしかもね返さないっていうか形だけ返してるんですけども何なんでしょうねこれはね怒りりでで自すするるがが今回値上がりするっっててことになってるわけですよ一体何なんでしょうねその上で走行距離まあ自動車連合かなんかがね反対してますけども当然反対ですよね車走ったらじゃあ罰金取るんだったら地方にいる人ってのは毎日ね何十キロとか場合によっては100キロ前後とか走るわけじゃないですか。 北海道なんて広いですからあとバスとか物流トラックタクシー全部これがね走行距離課税って言って走った分だけ分取るみたいなそもそも走行距離に応じて私たちはガソリンを負担してるわけですからそのガソリンっていうのが走行距離課税なんじゃないのと思うんですよね。まあ、これはだから、e、車に対してその負担を まあ分散しして徴収すするらしいんですけどもだったら EV 車広めないいいでででねとガソリンよいいよって感じですよそもそも CO2 これが人間の活動によって増えているというのもあんまり短絡的な見方で証拠はほとんどないというねことなんですよ。で二酸化炭素地球上の二酸化炭素が何でね増えるかっていうとあの海から染み出してきている CO2 が最も多いんですよね。 海から染み出すのはなんでかっていうと海底火山とか魚たちのこうっ呼吸とかねそういうので二酸化炭素が海水の中に染み出していってね海の中にそれが、えー、水面から地上に湧き上がってくるこれが大半なんで工業化によって CO2 がねまあ、増えていてオゾンホールが壊れるみたいなのはそういう説をね労しているどっかの学者がいるだけでそれを学会で取り上げるかどうかそれを 国際競技 G20 かなんか取り上げるかどうかっていうのはこれ間違えてるる可能性が大いにるんですよねここう相対的に考えていかないといけないんでんそもそも地球っていうのは人類よりももっともっとね CO2 を吐き出すような時代その CO2 を抑えて今の環境を作ってるわけですから人間が100年200年ねちょっと工業化を発達させたからといってこれ地球の大気上そんなにバランスを壊すような活動にはならないとは思うんですけども。 どうなっっちゃったんでしょうねまあいろいろと思うことがありますけども深夜の公をさせてもらいましたじゃあ11月18日深夜3時今日も行ってみましょう。